ああ、できたか。こんにちは。あ、こんにちは。頑張れ。行け。テキトチャンネル。いやー、牛猫ちゃん。うん。最近外に出れなくて暇だね。ね、ほんと暇だね。ね、このさ、スイカみたいなボールで遊ぶしか俺たちはできないよ。暇なのだ。ねえ。何今の声？今の何？なんかへみたいな声聞こえたね。聞こえたね。ちょっと本当は外出ちゃいけないけど、うん、見に行ってみよっか。え、見に行ってみる？よし、じゃあ行ってみよう。行ってみよう。いいよ、テキトです。よ、牛猫ちゃんなのだ。はい、というわけで今回はですね、なんかさっき、うん、ピエロの声が聞こえたんで、ちょっと今からね。外に出てピエロいるかどうかちょっと見に行って行こうと思います。怖い。というわけで皆さん、この動画を始める前にピエロ怖いと思う方はグッドボタンよろしくお願いいたします。怖くない人もポチッお願いします。じゃあこのね、このスタートってところを押すと多分開始なのかな。ボタンなのだ。よし、じゃあこれ行きましょう。ポチッ、来た。恐怖のピエロ。すごい、でっかく書いてる。あ、やっと週末がやってきたね。今日はジミーと遊ぶんだ。彼は道の向こう側に住んでるよ。なるほど、この家の向こう側にジミーって人が住んでるんだって。え、なにこれ。ジミー。え、これなにこれ、お風呂。え、汚い風呂。なにこれ。牛猫ちゃん、なんかしん、大丈夫それ。ぶつ、入っちゃって気持ちいい、それ入り心地は。気持ちいいよ。あ、気持ちいいんだ。まあ、行くか。行くか。ちゃんとあれだよ、あの、体ブルブルして水分飛ばしな。ジミーはね、家の外をまずは行くのかな。よいしょ。うん、この家豪華すぎるよ。ねえ、めっちゃ金持ちや。よし、これでちょっとね、僕たちのこの金持ちハウスはね、一回出てジミーの家に行こうか。分かったのな。よし、今日はね、休みの日だから。あ、いいやいいや、僕の自転車だ。イエヘー。え、何それ、楽しそう。牛猫ちゃんも乗っていいよ。やったー。うん。あ、そうそうそう。おはは、牛猫、お前動物のくせに。おい、危ねえ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 。おい、逮捕だよお前、捕まれ。楽しい。声ガラガラだけど。よし、牛猫、牛猫ちゃん降りれないのだ。ジミーの家行こう。ジミー、そうなのだね。あ、ジミーの部屋に上がっていこうだって。じゃあジミーの部屋行こうか。ジミー、あ、ジミーの部屋って書いてある。こんな優しく丁寧に書いてるなんて、ジミーらしいね。あれ、彼はどこにいるんだろう。彼を待つ間、彼のチェストの中にある彼のおもちゃで遊んでおこうかな。いいのか、遊んじゃって。あれ、牛猫ちゃん、こっちこっちこっち。牛猫ちゃん、このチェストの中におもちゃが入ってるらしいよ。パカッ。お、なにこれ、虫取り網5個。虫取り網5個いらねえ。あ、そうか、彼はこの雨の中カエルを捕まえてるに違いない。外に出てみようだって。ジミー、カエル捕まえてる。なんかちょっと変な趣味だね。変な趣味だね。あ、なんかキャンディー、ん、ジミーがまたキャンディーを落としていったみたい。キャンディーが落ちている跡をたどれば彼を見つけることができるかも。このキャンディ ー, いキャンディー、ジミーが多分キャンディーを落としてしまったから、このキャンディーを持って、ついていこう。ジミーどこ行っちゃったんだろうね。でも牛猫ちゃん、ジミーと会ったことある？ないよ。ないでしょ。ジミーが誰かわかんない。そう、俺もわかんないの。うわっ、え、テキトク？いた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 テキトク？牛猫ちゃん、降りてきて。牛猫ちゃん、助けて。そんなこと言われたって降りれないよ。え、降りてきて頼むよ。せーの、入れ。出ろ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 、やばい、ダメージを食らってる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 。ほー、ぶねー。キャンディー食べる？食べようか。パク。そうだね。あー、これでなんとか助かった。ジミーの飴がここで終わってたってことは、もしかしてジミーはこの先にいる？え、ジミー、ちょっとこれ見てみようか。あ、パンがある。パン5個ずつもらっていこう。これはもしかしたら、ほら、ここの下水道は触ったらダメージを食らっちゃうから、ぶつからないように落ちないように気をつけながら行こう。あ、ここに矢印が書いてある。じゃあこっちか。おい、牛猫、こっちこっちこっち、頑張ってジャンプできない？
あ、ナイスナイスナイス。で、じゃあちょっとこっち進んでいこうか。なんか書いてある。I see you。 ちょっとわかんないから行こう。よし、わかんないのだ。よいしょ。お、また矢印が書いてる。こっちだ。おい、牛猫、死んじまうよお前。これは？ん？ここが唯一の出口なのかもしれない。これらの鉄の柵を壊す何かを見つけないといけない。バールを見つけて鉄の柵を壊そう。バールを見つけようだって。バール。バールは、牛猫ちゃんバール見つけた？見つけてないのだ。バールがどこかにあるみたいだからちょっと探してみよう。あ、見て見て、ちょっと牛猫ちゃん来て。ここに隠されたチェストがある。ちょっと開けてみるね。うん、パカッ。バールと野球のバットとパチンコが入ってる。じゃあ牛猫ちゃん遠距離攻撃でパチンコあげる。分かったのだ、ありがとう。これでもし何か出てきたらパチンコで遠距離攻撃してみてくれ。分かった。よし、じゃあ俺はこのバールで壊す。いて、あ、いて、え、おい、ちょっと練習、練習してるのだ。お前俺で練習すんじゃねえよ。おい、ごめんなのだ。それ16発しかねえからな。よし、行くぞ、よしねこちゃん。よし、開けた開けた。行こう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 。で、あ、待って、こっちと向こう側にもなんか道がある。ちょっと一回こっち行ってみようよ。なんかすごいいっぱい道がある。あ、なんかおじさんいる。ホームレスだって。くそ。おい、お前バカ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 、待って待って待って、落ち着け。下水道から出たければボートが必要だって。ボートをと交換するには寝袋と完成品を見つけろだって。寝袋と完成品、もうこのおじさんを襲って成功ちゃん、ダメだ、キャラ崩壊してるよ。ダメだダメだ。あ、待って、行って。おい、てめえふざけんなよさっきからよ。ごめんごめん、なのだ。寝袋と完成品を見つけようだって。寝袋と完成品。さあ、でもね、僕ね、ちょっと聞いたことがあって、うん、この下水道にはなんかお母さんが言ってたんだけど、うん、ピエロが住んでるらしい。やなのだ。だからちょっと気をつけていこう。あ、なんかあるのだ。ひとくん、なになになに、見て見て、あ、ほんとだ、ここがあるのだ。ちょっと開けてみようか。せーの、ほい。うわー、あ、待って、包帯だ、あ、寝袋だ。え、じゃあ牛猫ちゃんパチンコの石取っていいよ。あとパンプキンパイも。わーい。あ、またある。おお、あ、待って、完成品もあった。あ、やったのだ。じゃあ牛猫ちゃん、ま、中に入ってる焼き鳥とか食べていいよ、取っていいよ。え、ほんと？ね、焼き鳥大好きでしょ牛猫ちゃん。焼き鳥大好きでしょ。だからそれ食べていいからね。じゃあ僕ね、ちょっとホームレスに完成品と寝袋渡してボートもらってくる。わかったのだ。よし、牛猫ちゃんもそれ取り終わったらついてきて。うん、さあ、ボート1個持ってきたよ。これでどうすればいいんだろう。え、なんか汚い、なんか臭いぞお前。え、なんで？おら、おら、なんだお前。ヒット君、この人殺した方がいい？この、いや、まだちょっと落ち着こう。分かった。いや、さあ、これでね、ボート取ったから、ちょっとボートに乗って進んでいこうか。うん、この先はボートに乗らないといけないみたい。あのホームレスが言っていたことは正しかったんだ。この川の向こう岸に渡るにはボートが必要だ。よし、これボート置いて、ほい、うん、後ろ乗りな、後ろ子ちゃん。あ、やばい、右クリックで、右クリック。あ、え、なんか、え、ちょっと、ちょっと待ってよ、黒石なんかいるのだ。なんかいるの？それは大変だ、ちょっと行くね、今から、うん、よし、行くぞ、後ろ子ちゃん。やばいな。よしよしよし。ピエロだ、ピエロ、ピエロ、倒せ倒せ。牛猫ちゃん、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 あれ使って、パチンコ使って、パチンコ、パチンコ使って、パチンコ、パチンコ、パチンコ、早く早く早く、死んじゃう死んじゃう、おら死んじゃう、おら死んじゃう。やばい、痛い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 、やばい、やばい、あ、やった、牛猫ちゃん、待って、向こうと行く、やばい、え、牛猫、牛猫、お前、え、あ、来た、あ、生き返った。こんにちは、こんにちは、こんにちは。結構簡単に生き返れちゃったよ。やばいよ牛猫、どうすんだよこれ。すごかった。もう回復、焼き鳥が食べれないのだ。焼き鳥はね、お腹が空いてるのに使うから。あ、そうなんだ。え、待って、雨がひどくなってる。
下水が溢れて出てし溢れてしまう。早く移動しないと、早く移動しないと、水に乗り込め飲み込め飲み込まれちゃう。ええ、一輪車、もう一輪車、これさ一輪車で使うらしいんだけど、うん、あできたか。こんにちは、こんにちは。頑張れ、行け。これ難しくない？壁に注意してみる。あ、こう。やばいやばい、牛猫ちゃん下水来ちゃうよ。やばい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 、早く逃げないと。一輪車消えちゃったよ。お前一輪車そっち持って、おい、僕じゃないよ。あれこれ牛、一輪車いらないんじゃね、あれあれあれ、おい、引っ掛けじゃねえか。なんだよ、これ普通に、あ、いけるわこれ、ほい。おい頑張れ。お、お前ズルしたな。してないの。よしよし。してないのだ。これは、ほっ、あ、あ、ここついに、ここついにやばいかもしれない。いくよ。うわー、ポン。え？あ、わかったわかったわかった。これあれだ。スペース長押しで溜めて離すとジャンプだ。だからこれで、ほう、来たー。すごいのだ。こういうことや。僕の一輪車。え、待って、これやばいんじゃない？なんかボス出て、で、なんかピエロ出てきそうな匂いするよ。パチンコ持っとくね。パチンコ持っといて。てか、牛猫ちゃんさっきパチンコ使ってた？多分。牛猫ちゃん見て向こう。あっち見て、あっち。バカバカバカ。なんかいるよね。やばい、あいつに見られないように逃げていこう。うわー、どうしよう。あ、牛猫ちゃん、ピエロ消えた。え、ほんと？うん、今のうちに進もう。キンパイ食べる。なんか、手が出てきてる。怖っ。あ、キャンディー3個ずつ使おう。トラッシュフック。じゃあ、牛猫ちゃん、俺が取っとくわ。回復アイテム。後で渡すね。ありがとう。おー、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬな。死ぬな。死なないで。おい、ゴリ押すな、ゴリ押すな。あー、牛猫ちゃん。ここのなんかゴミの山みたいなところがね、壊せるようになったから、じゃこれで進んでいこう。分かったのだ。うん。ああ、なんで僕はいつも犠牲堂に降りちゃうんだ。え、牛猫ちゃん。ん？ゴミ、これこの先行き、ちょっとブロック足りないのだ。トラッシュフック一個しかないから行けないのだ。どうしよう。あ、行けそう行けそう。あ、オッケー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 。行けた行けた。右左の方左の方。なんてひどい匂い、こんなところに誰が住めるんだろう。道理でピエロはひどいやつらなわけだ。あー、痛い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 。大丈夫？痛い。これ中身なんだ。あ、なんか微妙だな。謎の通路に閉じ込められちゃった。あ、でも左って書いてあるよ。え、あ、こっちか。あ、あるあるある、普通に道あったわ。これで牛猫ちゃん、本当？うん、ちょっと暗いけど、よし、じゃこのピコピコハンマー持って。あ、なんかこっちなんかあるよ。なんだこれ。おお、な、見て、え、爆竹とかある。え、なにこの音、うるさ。ネズミには爆竹が効果絶大だって。わかった。で、俺はネズミいたら撃退する。なんかワニがいるよ。ワニ、ワニがいる。これ、これ、これあれだ、アスレチックだ。これ落ちたらダメだよ。気をつけて。気をつける。わ、え？どこに向かえばいいんだ。あ、やばい。逃げろ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 。よし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 。出て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 。あ、やばいやばい、終わった終わった、終わる終わる終わる、死ぬ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 。やばいやばい、後ろこそやばい、後ろこそやばい、やばいやばいやばい、ワニ押してくる。あ、終わる、死ぬ。おおお、キズ君、これワニ押してくる、やばい。よし、あ、こっちに行くのか。あ、はいはいはい、こっちか。あ、なんか書いてある。ネズミ、あ、これネズミ、これだ。ほら、お、え、全然効かないじゃないですか。え、全然効かないじゃん。ほら、え、なになになに、ネズミネズミネズミ、いて、もう行こ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 う、もう行こ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 う、行って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 行こう、牛猫ちゃん。でも攻撃はできる。逃げろ逃げろ。あぶねえ、来れた。今度はこの扉多分開かないよね。ピエロの声がする。ねえ、するよね。へへ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 へ
一体自分に何があったんだろう。すごく頭がクラクラするよ。このトンネルから早く出ないと。慎重にトンネルを通り抜けて水の中に飛び降りよう。え、ふしのこちゃん頭がおかしくなっちゃう。頭が、おい、おいしょ、あ、痛い痛い痛い、あ、頭が、うわ、すっげえ気持ち悪い。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、うわ、画面今する、あ、やばい、これやばい、やばい、あ、頭痛くなっちゃう。おー、やばい、気持ち悪い。おー、待って、助けて、ふしのこちゃん、待って、後ろに待って、ウシネちゃん、そのやばい、ウシネコちゃん、テキタカスがいった、ウシネちゃん、痛い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 、このクソったれ、おら、てめえ、ジミーをどうしたんだ、ジミー、ジミー、やばい、テキタカス、ジミー、てめえ、てジミーを返せ、おこいつがジミーなんじゃない、やばい、こいつがジミーな、待て、ウシネコ、ウシネコを攻撃するな、お、来た、やったー、2匹目のピエロを撃破しました。さあ進んでいこう、虫猫ちゃん行こう。そうだね、あー気持ち悪かったね、気持ち悪かったね、一気に酔ったわ。待って、またピエロの声する。お前誰だ、あ、ピエロだ、ジャンピングピエロ、ジャンピング、虫猫ちゃんシー飛ばしてくるこいつ、うわ、気をつけて気をつけて、やばい、わかった、やばい、痛い痛い痛い、一回回復、一回回復、やばい、死ぬ、死んじゃった、なんでお前そんな、あれ何それ、でも全然、え、やった、倒したの、やった、倒したら上を見てみようって言ってた、あ、何これ、これ飛ばすのかな、あ、倒した、あ、このなんか風船みたいの割るんじゃない、うん、どうやって割るんだろうね、これパチンコパチンコ、うん、よし、あと1個かな、ほい、来た、あ、なんか落ちた、あ、鍵だ、ほんとだ、よし、鍵ゲットしたので進みましょう。でももう3体のピエロ倒したね、ね、あと2体だ、あと2体、なんか2体目と3体目すぐ出てきたね、ね、え、待って、やばい、後ろ子ちゃん、やばいピエロいる、後ろ子ちゃん、え、なになになに、えぐいピエロいる、後ろ子ちゃん、俺らもう終わったかもしれん、俺らもう終わりだ、そんなそんな、後ろ子ちゃん見て、後ろ子ちゃん見て、こっから倒せんじゃない、あ、ごめん、後ろこちゃん、あ、こっからやれるかもしれない、あ、ごめん、あ、後ろ、ちょっとやめてよ、あ、やばい、ピエロのボスだって、ジミー、あー、俺様から彼を連れ去ろうとした、お前も永遠にこれこで囚われの身だ、え、ダイナマイトをチェストから集めて天井までの道を探ろう、ダイナマイトを見つけんだって、え、なんか来た、何、痛い、え、怖い、なになに、どうすればいいの、あった、あ、TNT だ、いった、テキタ君攻撃できないよ、なんかやばい、 TNT がある、これどうすればいいんだろう、どうすればいいんだ、あっち、え、どこに行けばいいんだろう、これ、あ、後ろこっち、こっちかもしんない、よかった、登ろう登ろう、やばい、あのピエロのボスに捕まらないように頑張って逃げよう、あ、またある、あ、爆竹だ、これ爆竹どうするんだっけ、最後には赤いブロックにダイナマイトを設置しよう、なんか赤いブロックにダイナマイトを設置するらしい、とにかく俺がじゃあ爆竹集めるから、牛猫ちゃんついてきて、分かった、よし、回復しな、回復しながら行こう、そうね、やばい、あいついる、行ってやばすぎる、強い、やばい、めっちゃ強い、恐ろしいよ、あ、なんかいる、何こいつ、え、ジミー、え、ジミー、あ、ジミー、ジミー、お前ジミーか、そんな見た目だったんか、ジミー今から助けるからな、うわ見てるよ、やばい、来るかもしんない、怖い、テキタ君、なんかこれパチンコで攻撃できないんだよ、もう石ないんじゃない、おい、え、今僕今もうやったろ、痛えよ、あ、テキタ君が燃えてるよ、やばい、燃えてる、熱いよ、どうしよう、よいしょ、よし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 、爆竹いっぱい取ったぞ、来た、これもしかして、やばい、やばい、HP やばい、HP やばい、待って、やばい、死んだ、どこ、うわ、こっからかよ、ほら、くたばれ、くそ、この爆竹でお前の終わりだ、ほら、これどんどん上に登ってって、赤いブロック見て、上見て、上、あそこにダイナマイト置くんかもしんない。どっ、あ、ほ
来て、行って、それで、それで TNT 置いて。TNT 爆弾を赤いブロックの上に置いて、3つ。置いたよ、置いた。3つない。確かに。マジで俺4つ持ってる。早く、早く、早く。マジそれどうやって行くんだよ。こっち、こっち、こっちわかる。くっそ。僕見て、僕、上。いやー、それわかる。なんでだよ。なんでそうなんだ。そうそう、僕、道わかるよ。あー、ここか。あ、はいはいはい、ここね。お手柄でしょ。来た、ナイス。じゃあ、置きます。さあ、ピエロは。くたばれ。ほら来た。おお、え、いたいたいた。え、やばい。いや。大丈夫。え、は何世界中のピエロたちがお前に復讐する。あ、ジミー、え、でも見て。ジミーが会えてよかったって。ジミーを助けることができただって。うん、今いるよ、ジミー。ジミーどこにいんの？目の前に。なんで？俺の目の前にないんですけど。俺の目の前、でけえピエロしかいない。え、僕たちもう家に戻ってこれたよ。え、俺まだピエロといるんだけど。これ死ねば俺もいけるかな。あ、来た。ジミー？来た！ジミー！ジミー！ジミー！やっと会えた。ジミーなんか目でかくね。はい、というわけで今回ね、無事、ピエロをすべて倒し、うん、そしてジミーを助けることができました。嬉しいよ。ありがとうございます。皆さん、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。というわけで、またね、今後も牛猫ちゃんと大冒険していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ナイス。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ジミー、福田さーい、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録は上のボタンをポチッ。 Twitter、Instagram、TikTok のアカウントはこちら。テキトチャンネルの最新動画もチェックしていってね。バイバーイ。